俺は、もう待ったはなしだ柱が。まずい、このままでは。黙遁、黙分身の術やるぞ、サスケ。あれってば、 木陰のおっちゃんたちか。3人でやる気か。ああ、まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ扉間、猿飛び。おう。 気を抜かずともどうにもならない。それほどの力を手に入れたのか。お前たちはなぜ否定する。それは幸せだ。トミラ、カムは悩み、失敗することで成長する。幸せはその先にあるもの。ではその失敗の中で 二度と取り戻せないものがありました。人は未来し、もう一度やり直しを。それはできない。失敗は許されないのだ。この世界では。サン、おやつは見えているものだ。話は通じるぞ。佐藤千の影の拳が俺の旅物だったとは。納得したよ。 その程度だから失敗したのだ。分身とはいえ、わしら3人を相手にこいつ。お前がこうなってしまったら攻めるぞ。どんなに興味を振りだよ。何を思う。十尾の神中力、想像以上の相手ぞ。 やった。あとは任せろ。この感じ間違いない。奴は、なるほど、この体、十尾が入っている分すり抜けはできないか。だが何の問題もない。俺だけの攻撃を受けて 平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただ、まずい、過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。2代目のおっちゃん。安心しろ、 やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかしあの男、厄介な相手だぞ。俺は今忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。おびと、お前がなりたかったのは火影のはずだ。どうしてこんなことを。今更説教か。 遅すぎやしないか、先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死が火影でよかったよ。おかげで火影を諦められた。確かにあの時、
すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前がおかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから。木の葉の誰より、任界中の誰より、オビトなんかより、父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ行こう。なぜ現実を見ない。力を手に入れないだ。誰がそんなこと決めた。当たらん。俺たちは負けない。そろそろ黙るか。なぜだろう。クシナと一緒に戦っているような感じだ。父ちゃんをバカにしたてめえは絶対許さねえ。お前がどんなにすげえ力を手に入れても俺たちは絶対。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。邪魔をするな。まだだ。こうなってはやらねばならないことがある。何のことだ。もう少しお前をいただく。くっ。扉間を少し褒めてやりたい気分かな。どういうことだ。奴が江戸天聖の術を使ったおかげでこうして再び本気のお前と戦うことができる。本来ならばもうかなわなかった世界だ。現在の木陰に比べ柱間、やはりお前は俺を楽しませてくれる。知っているか。今の世は俺たちの時代に比べかなり非力になっているもの。昔では求められているものが違う。力が強くではない。違うな。結局物を言うのは力。変わらずお前の考えは甘い。俺たちはすでに死んだ存在ぞ。現在の世に関心するのはやめろ。俺が死んだ存在。
誰がそんなことを決めた。俺はかねてよりこの時のために虎視眈々と計画を進めていたんだ。今この場は俺のためにある。俺が世の中心、決して死んだ存在ではない。やはりお前との戦いは的確だ。俺をここまで追い詰めることができる、後にも先にもお前のみ。ことは許さん。さすがはまだら。この程度では終わる気がせぬ。やはりこうでないとな。お前との戦いは、しかもどちらも江戸天聖、半永久的に楽しむことができる。こうして俺と戦うことがお前の狙いではないことは分かっている。お前の真の狙いは何だ？そうだな、少し昔話をしてやろう。柱間、お前は真珠というものを知っているか？真珠？まだ人がチャクラというその概念すら持たず、絶え間なく争い続けていた遥か昔、真珠はそんな争いに関わることなく、ずっと人々から真珠として崇められていた。ある日、千年に一度なるという実が真珠に宿った。その実には決して手をつけてはならないという伝承があったが、争いに勝つためそれを口にした姫がいた。名は大筒木かぐや。それが最初にチャクラを持った人だった。そしてかぐやの赤子は生まれながらにしてチャクラをその身に宿していた。赤子の名は大筒木羽衣。チャクラの教えを説き忍衆を始めた忍びの祖、陸道仙人と呼ばれた男だ。争いを止めるために禁断の身に手をつけた人が、その後どうなってしまったか説明がいるか？その身に人が手をつけた時より人は呪われ、より憎しみ合うことを決定づけられたのだ。忍びそのものがその愚かさを象徴する存在だとは思わないか？それならばいっそ大幻術によってやり直した世界へ移り住んだ方がよくはないか？それがお前の言っていた先の夢だったのか？ああ、だがほんの少し違う。どういうことだ？すべてをここで話すのは野暮というものだ。ここで言えることは一つ、それをなすのはオビトでも他の何者でもない、この俺だ。なぜだ？なぜそうなってしまったのだ？お前は己の道だ。たとえ誰であろうと指図される義理はない。この際はっきり言っておいてやろう。お前と未来を語り合う夢の時間はすでに終わった。今はそう、このひとときを楽しもう。